ミキヤくん、アジサイゼリーありがとうございます。タケルくん、タワーありがとうございます。早っ、まだ1時間半。フライング、もうちょいカメラの画角を上げようかな。思ったよりね、このひらひらがなくてスケスケクローゼットですけど。こんばんは。このティアラ知ってる？マジ？ちゃんとね、あれもあるんですけど、あれは誕生日を迎えてから。ガム手は使ってないよ、あんまり使ってないよ。誕生日おめでとう、ありがとうございます。あと1時間半ありますので、プレゼントもね、受け取ってきました、みんなからの。プレゼントっていつ開封したらいいんだろう。プレゼント、ね、誕生日を迎える前に開封しててもいいのか。0時を迎えた、でも0時を迎えたらケーキを食べたいんですよ。ケーキを食べたくて、ちょっとペン取ってこよう。だから0時までにできたらね、0時までにプレゼント開封しようかな。え、明日の夜はでもさ、タワーのお礼タワーのお礼があるから。タワーのお礼っていつしたらいいんだ。ちょっとペン取ってきます。タワー来てる。ミキヤくん、ありがとうございます。ね、23時からプレゼント開封しよう。服部さん、ありがとうございます。たい焼き。たい焼きとどっちがいいんかなって。どっちがいいんだろう。タワーでもいいかな、もう。あとお話し会のね、7月7日が間もなくになったので、皆さん完売まであと少しですので、来ていただけると嬉しいです。間もなく。間もなく。服部さん、たい焼きありがとうございます。
7月7日今回がラスト。いや皆様間もなくなので、7日来てください、お話し会。そう、完売出したいんです。7月7日七夕の日、服部さんたい焼きありがとうございます。たい焼きでタワーしてくれようとしてる。よいしょ。こんばんは。たい焼きありがとうございます。再販はね、何日までって、再販はでも今回がね7月7日最後なので、17までですけど、お願いします。17の13時だから、タイピーエンさん、たい焼きありがとうございます。服部さんありがとうございます。もうちょっとしたらプレゼントを開封します。タワーのお礼書いとこうかな。二人コーデ見たい？今日のコーデは白でヒラヒラです。ちゃんとね、この ネックレスじゃないわ、耳までこだわっております。うどむさんタワーありがとうございます。うどむさんは、そうティアラしてるバースデーね、こんな自分で自分の誕生日に張り切る人いるかみたいなねレベルで自分で頑張りました。これ普通友達のサプライズとかにするやつだけどね。ミキヤくん、ミキヤくん、ケル君、タケル君、どこも来たくないな。プレゼントが見えてます。たい焼きありがとうございます。
アバウト。タイピエンさん、たい焼きありがとうございます。あ、服部さん、タワー分のたい焼きだ。1位になってる。何書こうかな。投げ終わりました。ありがとうございます。何書こうか迷って。そうだよね。今書いた方がスクショは絶対いいけどね、浅くなるよね。なんかパッと書くやつだから。どっちもどっちです。スクショを取るか。あ、タイピエンさんありがとうございました。2024年の6月15日大きめの文字で名前と一言。そうだね。で、後でちゃんと書こうかな。まるまるくんタワーありがとうくらいにしといて。まだ14日。いや。もう気持ちは15日。15分経過しました。よし、軽めに、じゃあ軽めにする。そう、片岡さんお花ありがとうございます。成瀬さんありがとうございます。0時ぴったりに投げるか迷ったけどフライングで投げてしまった。そうだよ、まだ迎えてないからね。まるまるくんって書いてあるのかなって。訓読みがいい。になるかも。リンさんになるけど。ユンさん、たい焼きありがとうございます。
くんがいい、マジ分かった。タイピーエンくん、タイピー、ヤスルパンさん、たま、ありがとうございます。ミキヤくんくん、というわけで早めに泣けちゃいました。というわけで、早くケーキ食べたいな。でもプレゼントを両手にケーキも持って帰ったらケーキが傾いてて、ちょっとね、見栄えが悪いんですよね。プレゼント3袋とケーキを握って帰ったらケーキ崩れた。6月15、服部、え、ケーキ買ってきた？お、一緒じゃん。ケーキは0時超えたら食べます、ちゃんと。トリ君、ケーキの毛もありません。ケーキ買ってないの、いいね、太らない。間違えた、まあいいか。ケーキはフライングしないよ、ダメダメ。トムさん、いや、タクったけどさ、タクシーに乗る前との降りた後さ、大荷物すぎてさ、まあいいや、ケーキの中に入ったら一緒だもんね。タバ来た。お、翼欲しいさん、ありがとうございます。あとウドムさんもケーキありがとうございます。ケーキ、重いものを送ってごめんなさい。なんだろう、重いものって。文鎮かな。重いものって文鎮しか分かんないけど、文鎮だって重いじゃん、小さくて重いじゃん。なんだろう、重いもの、よし、うどんさん買った。あとはヤスルパンさんと翼欲しいさん、翼欲しいさん、
誕生日前にこんなにタワー来ることある。フライング、ルパンさん、あ、間違えた、合ってる、ルイさんありがとうございます、奈良さんありがとうございますね、あと2人なのでちょっと書きます、最後まで。スマホ欲しいさんね、たい焼きありがとうございます、スラさん、みーくんありがとうございます、これ23時から配信したら14日の配信分になるよね、超えても、なるって知ってるけど怖いよね、かけた合ってるかな、1、2、3、4、5、6、チケットが減るだけじゃないんだよ、そんな軽い問題じゃないんだ、あ、15日分はやるので、そう、14になってくれたらいいんですよ、じゃあちょっとタワーのお礼軽めバージョンをいきます、みきやくんありがとうございます、ケーキと一緒にやった方がいいかな、これあんま軽めじゃないけど、ね、あとにしよう、ケーキも来てからにしよう、ということでプレゼント開封しようかな、ワクワク、よいしょっと、イエーイ、どれから行こうかな、じゃあこれ、ずっと映ってるこれ、誰からだろう、お、誰からかな、あ、袋に袋、あ、でも袋じゃない、すごいおしゃれな、おしゃれなジャージ。私ではない？え、誰だろう？え、かわいい。どこの、どこのウサギだ？かわいい。
私の家のウサギみたい。手紙入ってるかな。誰だろう。センスがめっちゃいい。あ、手紙入ってる。あ、文吾さん。文吾さんだ。何、トラさんも明日がいいって。文吾さん、文吾さんだった。韓国のレッスン、レッスンズボン。すごい、韓国かね。文吾さん今いない気する。さっきいた。じゃあいるかな。韓国だって。めっちゃおしゃれじゃない？見て、うさぎ、かわいい。そしてまだある。九州。あ、ヘアバンド。これはあれじゃん。てか文吾さんいないよね。後に回した方がいいかな。もういっか。ヘアバンド、有名な福岡の。あとはちいかわの靴下。これは何県バージョンだ。熊本、宮崎。ありがとうございます。まだある、まだある。九州。でん、すごい。何これ、靴下かな。ででん、リボン。靴下かな。あれかな、アームウォーマー的な。開けてみよう。アームウォーマーかな。あ、アームウォーマーかも。デレーン、かわいい。見て、お嬢様みたいなデザイン。アームウォーマーだ。押し色アーム？どこだ？つけました。次これか。あ、これはあれだ、絶対ちいかわだ。全国ちいかわだ。もう分かってきた。大分ね。このサイズは全国ちいかわなんです。大分、大分。あ、置いた。なるほどね。うさぎとハチワレとキャラ帰ってきてくれた感じが。九州、福岡、福岡。明太子、かわいい。頭の上に明太子。明太子、
そして福岡豚骨ラーメンとあまおう、すごい、ありがとうございます。そして最後、だから量多いね、一人でこんな。じゃん、はい、鳥天大分すごい九州の人みたい。鳥天唐揚げくんに見える、鳥天。わ、くまモン出た。くまモン、くまモン、くまモンのイメージあるもんね。鳥天。そして最後、重い。まだあった。見て、ちいかわ。さっきも紹介した、すごめっちゃあった。デレレン、宮崎、佐賀、熊本、鹿児島、北九州、すごね、九州コンプできるじゃん、かわいい。長崎はないですね。マジこれ飾るとこ本当に用意しなきゃな。こんなにどうにかしようです。ありがとうございます。ありがとうございます、文吾さん。私のアーカイブ見てもらおう、いなかったら。たくさんありがとうございます。宮崎はあったっけ。確かに後でそれまた今度しよう、どこの県がないか。ありがとうございます。そう、アーカイブ見てねでもセンスいいな、すごい。戻さんでいっか、このままこの辺に。えい、えい。続いてこちら、イズチャさん。ちいちゃさんから、もう見えてるけど、ちいかわ手紙をちら見。これは何県だろう。東日本。おお、大きい範囲。はやぶさ、電車じゃないな、はやぶさ。ありがとうございます。こちらもちいかわ、嬉しい。ありがとうございます。はやぶさね、東日本とかもあるんだね、県とかじゃなくて。ありがとうございます。伊豆田さん、次これ行こう。
でも見たことあるよ。お、どんちゃん、お腹鳴った。どんちゃんいるかな。いつの間にかピアス開けてるよねって。え、でもね、イヤリングもつけれるから大丈夫だよ。公園ではイヤリングつけてるから、そう、そこはどっちでもいけるんです。ありがとうございます。じゃん、あ、デブ猫ちゃんだ。愛媛のデブ猫、デブ猫ちゃんの靴下。そしてこれはお守り。すごっ、おしゃれ、透明だ。リーン、つけて見える、おしゃれなお守り、綺麗。ありがとうございます。何願ってくれてるんだ。手紙軽くしか読んでないからな。あとで、あとはひよたん。ひよたん好きだよまだ。そしてこちら、てれーん、ハーリップトゥ、ハーリップトゥ。靴かなって、足小さくない？だとしたら小島春菜さんの、でれん、すごっ、梱包がすごい出てきました。じゃらじゃん、お、イヤリングね、ハゴカルしておしゃれ。そうだよ、おしゃれ。去年ブレスレットもらったよね、ここの。最近つけてたよ、なんかの時に。何の時につけたっけな、叙々苑かな、なんかの時につけたんだけどな。え、こっちの方が可愛いかな、付け替えようかな。うーん、絶対こっちの方が可愛いじゃん。付け替えようかな、後で付け替えよう、写真撮るときに。そう、イヤリングいけるんですよ全然ね。こっちの方が可愛いから後で付け替えよう。ありがとうございます。可愛い、箱も可愛いし、ということでありがとうございます。どんちゃん、そして続いて、続いて、続いては、じゃあこれにしようかな。誰だろう、じゃん、ゆきりかえ、あ、タイピエ来た、初めてのプレゼント。タイピエ、あ、手紙が長い、すごい。しかも字が綺麗。嬉しい、軽く軽く。長い、すごい。しかも字超綺麗。
突然のお手紙を差し上げる失礼をお許しください。なんだこの書き方、面白い。後で読みます。すごい丁寧だった。何くれたのかな。お、まずは T シャツ、モモンガ。読まないで、一文しか読んでない、面白かったから。モモンガかわいい。これはどうだ、はい、そしてマグボトル、超軽量マグボトル、ありがとうございます。水筒、そしてでん、お、ちいかわ、こっちタイプのご当地ちいかわ、熊本。そう、 T シャツとかは何本あってもいいですからね。熊本、熊本城、すごい、これだけで熊本城ってわかるの、すごい。熊本城、そしてトランプ、トランプ久しぶりにもらったな。久しぶりっていうか久しぶりに絡んだトランプと、トランプ、そしてスマホの首から下げれるやつ。このあとメンバーさん来たら遊べるやんって。誰も来ないよ、みんなオールナイトフジコ行ってるから。そしてこれ、ちいかわのナノブロック。あ、出た、来ました、来ました。ばあちゃんとトランプしようかな。トランプといえばばあちゃんじゃん。なっちゃん来ないです。熊本、熊本、熊本、熊本。すごい、ちいかわが赤くなってる。からしれんこ、ドゥルーン。トランプで遊んでほしい。確かにコラボ配信した時に使えるね、3人ぐらいで。熊本、ありがとうございます。そう、これだけ違う場所に保管しようかな、どっかみんなのまとめて。そうしよう。ありがとうございました、たくさんちいかわグッズ。誰かがコラボ配信してくれたときにトランプ。ありがとうございます。タイピーエンさん、誰のか分からないようになる。確かに、でも全部さ集めてさ飾りたいじゃん。確かに。あと30分か。次、ありがとうございます。続いて、じゃあこれ、ヤスルパン。あ、ヤスルパンさん2回目じゃない。お誕生日おめでとう。スヌーピー、スヌーピー、え、めっちゃあるよプレゼント、まだまだあります。ありがとうございます。ハウル美術館、長野店に行ったやつかな。あ、長野店のT シャツ、かわいい。
みんなが横向いてるやつ、かわいいよね。しかも私が買ってないから、これは持ってないやつ。私も言ったけど、と長野店、これノベルティだよね。ありがとうございます。勢ぞろい T シャツ、かわいい。イエーイ。しかも青、青、水色。ありがとうございます。ヤスルファンさん、手紙は後で読もう。手紙ありがとうございます。これがで、そして次がこれです。私この紙袋持ってる。あ、ベホゲナ、ベホゲナさんじゃん。なんか送ってないとか言ってなかったっけ、タンプレ。ない。あ、そういうこと。何プレ。あ、嬉しい、シール入ってる。なっちゃんと取り合ったシール、取り合いに負けたシール。あ、日常プレなの。そうなの、タンプレでいいじゃん。シール日常プレ。なんかすごそうな、すごそうなもの。ふくらはぎの話、靴下サプリ。ふくらはぎ押し上げサポーターだって。そう、差し入れでね、このチーカーが来てたんですけど、シールがラス位置で、そうなんよ、負けたんですよ。むくみ軽減だって、すごっ。女の子の気持ち、気持ちを。ふくらはぎ大事。ありがとうございます。昼間も夜もつけたり外したり、むくみを軽減、むくみ疲れ対策。え、そうなよね、ふくらはぎ、そう疲れるんですよ。うん、そうなんですよ。これはなんだ、じゃん、マカロンみたいな。あ、小豆島だ。え、小豆島食べっつ。なんだろうこれ。マカロンのメモ、付箋メモみたいな感じ。小豆島のマカロン、エンゼルパイ。へえ。しかもちょっとプニプニなんですよこれ、かわいい。エンゼルパイは嘘ですって。嘘なのかい。有名なんかと思った。そして続いて、わ、資料、パンフレット。待って、何これ。会社みたいなんだけど。小豆島パンフレット、在住。会社の机に置かれたなんか書類みたいな。パンフレット、小豆島パンフレット。小豆島へ行こうですもんね。あ、
青い大図鑑、まあこれ後で見よう。でも小豆島マジで行きたいんですよね。業務連絡、しかもいっぱいある。小豆島行きます、絶対行くので。確かにこれ綺麗に持って帰るのすごいよね。確かに現地で。ありがとうございます。そしてすごいマッサージ系だ、すごすごいね、いいところをついてきているっていうか嬉しい。キツネさん、アジサイゼリーありがとうございます。これは、あ、確かに手、足、首ね、すごい。こういうの持ってない。お風呂でも使えるって。ツアーお疲れプレゼント、え、めっちゃいい、めっちゃいいじゃん。マッサージ、疲れたあなたにね、ありがとうございます。使おう。確かに、しかもこういうの自分では買わないじゃん、なんかだから嬉しい、自分で買わないこれ自分で買わないから嬉しいです。え、打ち上げ当たらなかったの、マジ。そんな、ちょっとコーヒー飲む。え？そうなの？確かに、でもあのくじレアだからすごいよ。 1% だっけ、 3% だっけ、そっちを引き当てる方がすごいですよと思って前向きに。確かに全通した人は当たるとかにしてほしいよね。ありがとうございます。続いて、ドムさんかな。ちいかわのシール付き。あ、でほぎなさんからいただいたものだって。それもあ、それ言っちゃダメなやつ。チーカーのステッカーありがとうございます。私がステッカー欲しいって言ったからくれたんだよね、ありがとうございます。なんか生誕でもらうやつみたいなの届いた。あ、部屋が反射してる、喉が鳴った、情報量多い
これ頭につけたらダメなんかな。飾るやつだもんね絶対。生誕のやつじゃないもんな。かわいい。いや花冠じゃない。つけたくなるよねこの輪っか見たら。かぶりたくなるじゃん。かわいい。お花。かぶらないで、かぶらないですよ。私頭大きいから入んない。この穴に。ね、飾ろうと思って、ちょっとうどむシールを剥がさせていただきました。飾れるかな。席ミュート。飾りたいけどどうやって飾ったらいいんだろう。高さが何つけようかな。引っかかるとこない。引っかかるとこないんですよね。どうしよう。箱ごとこうならいけるかも。なんか箱ごとだったらいける。こっちのプレゼントを利用して。台にして。はい。いけた。です。そして、いつもの漫画と、あ、取り残しにくいマスキングテープがあった。でもマスキングテープでは貼れないからこれでいいか。ありがとうございます。うどむさん、しおみんさん、たい焼きありがとうございます。たかさん、あられさん、らいさん、さとしさん、うじりんさん、ありがとうございます。ダオティンさん、ありがとうございます。クラッカー、あと20分。でもこの袋は終わった。あとファンレター、ファンレターが、ウッチーさん、すごっ、ティアラ、ハッピーバースデー。折り返してここに貼ってください。折り返す、折り返す、あ、こういうことか。
お嬢様に見えてきた。これつけてるからかな。あ、落ちちゃった。ちょっと、あ、ちょっと。ありがとうございます。立たない。多分それが不安定なのかな。ありがとうございます。そして絶対出す順番間違えたけど、アルバムも受け取ってきました。これはまたプレゼント終わったら開封しよう。出す順番間違えたよ。はい、一袋目終わり。そして次こっち、ミキヤくん。ミキヤくん、なんだこの青いのは。え、なんだ T シャツ。すごい青。なんだなんだ。え、なんだよ。青、すごい青い青の T シャツかな。ありました。あ、青の T シャツ。普通にありがとうございます。手紙、手紙読んだらわかるかな。そう、青好きなんです。そしてなんだろう、これプチプチにくるまってるネックレス。お、ネックレス、すごい、ハート。だからレイジにツイッターもしたいんだよね。すごい。まだもうちょっといける。ネックレスって自分でつけるのむずいよね。自分でつけるしかないけどさ。こっちが前かな。こっちが前か。かすけさん、たい焼きありがとうございます。眠くなってきた。ダメだよ。爪が長すぎて。きた。前でつけて回したらいいのか。取るのもまた難しい。回したらいいの。よし、穴は開いてるね。おい、プリンセス感満載。ちょっと前でつけよう。前でつけて回そう。右、右、こっちか。時間が。ネックレス、こんばんは。
諦めた。ちょっとこれはとりあえず諦め、つけに来てもらわないとね。もう一回だけチャレンジしよう。つけましょうか。爪がね長くて、誰か、わ、誰かつけに来て。もう完璧なのに、完璧だよ。いけました。あれ、いけてなかった。あ、いけてる。あ、いけてた、いけてた、いけてた、いけてました。爪切りに行きましょうかって、それは私でもできる。あれ、いけてないかな、いけてたかな、いけてるよね。ありがとうございます。リキヤ君に合う、ありがとうございます。くるくるりさん、ありがとうございます。そしてちいかわの靴下2、おもんがとくりまんじゅう、ありがとうございます。ね、あと10分、とりあえずここでプレゼントは一旦、プレゼント紹介は一旦終了。残りは日をまたいでからします。でもあと2つぐらいか、3つ、あ、まだあるわ。でも後でやります。こんばんは。ちょっとツイッターの準備しよう。ちゃんと写真を撮ったんでね。マイルさん、コウさん、ありがとうございます。あ、でもあと10分あるんか、結構ある。オグリンさん、ありがとうございます。そういった準備、すごい華やか、画面が。誕生日みたいね。誕生日みたいですか。イエーイ。あ、推しにバレないからいいねする。そうだよ、いいね欄見られないから、みんないいねしてね、推しに見られないから。ゆきりかのにいいねしてるってならない。あ、反転しなきゃいけないのか。でも反転したらね、顔の印象変わるんよね、聞き側にこだわる人。まあ、みんなが反転してくれたらいいか。そう、なんか右と左を変えるだけでさ、変わるじゃん顔が。だから漏れてる角度で、漏れてる角度で撮った顔だから、逆にしたら顔変わるんですよ。
イライト、ハイライトなしがいいか。色味調節なう。明るさゼロ。ブラックポイント、ブラックポイント、ブラックポイント、うーん、8、3にしとこ。色味サイド、サイドはまあ、こんぐらいかな。コントラスト、コントラスト、コントラストマイナスの方がいいかな。いや、濃い方がいいか。うん、こんなもんかな。おけまる。おけまるです。下書きを保存。アプリっていうか、あのあれ、普通の iPhone。ね、まだまだまだ投稿してないからちゃんと0時にする。でもね、フライング、そう、ひまたぎする。年齢書かない方がいいかな。まあ、いっか。まだ2、まだ24だしね。まだ若い。そうだよね。やばい、お腹が鳴る。誕生日。絵文字つけよう。どれにしようかな。これ。お腹が鳴ってる。やばい、あと3分。あと3分、あと3分、あと3分。STU48 胸ゆき理科。ケーキ、確かにケーキ持ってきた方がいいんかな。いや、ちょっと、え、水色のさ絵文字とかできてるんだ、初めて知った。携帯変えたけんか。緊張に押しつぶされそう。なんで、なんでみんなが
大丈夫かな。よし、ツイートはバッチリ。クラッカーないです。でもケーキはあります。よし、下書きいけた。え、ケーキ、ケーキ取ってこようかな。ちょっと待って、あと1分ね、あと1分。え、ちょっとスカートケーキ、フォーク、フォーク。やばいやばいやばい、早く帰らねば。よいしょ。うわわわわ、携帯が見える。行きました、取ってきました。よいしょ。あと3秒、2、1、なりました。おめでとう自分。ケーキも持ってきました。あ、そうだ、ツイートしよう。ちょ、ツイート失礼します。ありがとうございます、ギフト。パパッとツイートする。えい、しました。来た、ちょっと待ち、あ、できた、できました。よし、ケーキケーキ。ありがとうございます、ギフト。こじこじさん、マクさん、ウエオさん、カムカムさん、心拍さん、キャンパーさん、ペホゲナさん、ヤスルパンさん、ありがとうございます。タケルくん、ふくらごはんさん、タワー、ありがとうございます。いっぱい、あ、タイピエンさん、タワー、ありがとうございます。たい焼きもありがとうございます。ひろしさん、ケーキありがとうございます。あきやんさん、ケーキありがとうございます。きつねさん、ありがとうございます。流れるな。クラッカー、お、ベホゲナさん、ありがとうございます。タワー、ヤマトさん、ありがとうございます。ユンさん、ケーキありがとうございます。キチネさん、ありがとうございます。見えてますよ。ひろちさんも、ケーキありがとうございます。みきやくん、ありがとうございます。見えてるよ、ありがとうございます。みけちゃん、ありがとうございます。つばさはなんちゃらさん、ありがとうございます。ぶたまつさん、タワー、ありがとうございます。はっとりさん、ありがとうございます。ケーキってことで、ケーキを出します。ついにね、ふっくらさんも読んだよ、読んだ。タワー、うどむさん、ケーキありがとうございます。ぽんたろうさん、ありがとうございます。まさパンダくん、タワー、ありがとうございます。そうやな、タオ、テロップ、イエイ、買いました。もやしものさん、ケーキありがとうございます。ということで、ケーキを
でもちょっとね傾いちゃったから。あ、待って待って、あ、でもツイッターで見たのか、ツイッターで先に。つーくん、ケーキありがとうございます。見てじゃーん、え、ちょっとね、あの傾いたのほら、ところどころじゃじゃじゃーん、リカちゃんって書いてもらいました、自分で、イエーイ。しかもろうそくも買ったの、じゃん。そう、名前何にされますかって聞かれて、あ、リカちゃんで、じゃん、リカちゃん。え、火つけれるかな、ちょっとフォーク、よいしょ。私は火が苦手なのです。一応持ってきたけど、ケーキとリカちゃんのツーショット欲しい。はい、胸ゆきって言います、ムーです、ムー、イエーイ。火事が怖い、え、そんなやらない方がいいかな。あ、待って、タスキもあるんです。もう準備万端なんで。あ、ケリドンさん、タワーありがとうございます。もう準備万端なんでね、タスキなんかもあったりします。え、でも上の方がいいかな、よいしょ、じゃーん。準備満タンハイパーさんありがとうございます。タワー、タワー、青いタスキ。火はやめときって母から来とるわ。あ、待って、誕生日おめでてきてる、いっぱい。危ないかな、つけて封するだけだけど。火をつけなくてもいいと思う。確かに風船が爆発したらダメだよね。やりたい気持ちと危ない気持ち。え、封して消えんかったらどうしよう。封してるのに消えんってパターンどうしよう。いけるよね。燃えやすいものだらけだからやめなさいってきた。え、大丈夫でしょう。てんててん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 。じゃあちょっとプレゼントを横に寄せて、もうどうしても火をつけたい女なので、燃えるもの
かな。え、そんな怖くないでしょ。だ、誕生日のケーキだよ。手に持っちゃダメ。そんな難しかったっけ、誕生日って。手に持たなければってどういうこと。え、これ外すね。じゃあいい。あ、机に置かなきゃダメなの。マジ大丈夫だよ。みんなが怖がらせてくる。え、24見えんよね。ちょっとこれちょっと避けよう。どこに置いたら見えるかな。これ燃えやすいよね。これ外すね。じゃあそんなことある。はい、じゃあ電気消して、えいえい。ではいけます、いきます。待って、見えなくなった。着火番号で、オンにして押すだけよね。でオフにしたらいいってことよね。オッケーオッケー。じゃあ行きます。これをオンにして、うわ、なんか緊張してきた。オンになったかな。オンになったね。よいしょ。じゃあ行きまーす。用に刺して、刺して倒れないよね。行きまーす。はい、ついてついて、ほい、あ、ついた。はい、ついてついて、ついた。いけました。てんてて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 、なんだって。ついたよ、イエーイ。誕生日24歳、ハッピーバースデー。私ハッピーバースデー、イエーイ。ということでいきます。ハッピーバースデーリカちゃん。いきます。もういいよね。いきまーす。来ましたー。あ、いい匂いする。誕生日ケーキって感じ。ほい、いい匂い。誕生日感じた。ろうそくの匂い。ありがとうございます。いい、なんかあるじゃん、独特な誕生日の匂い。食べちゃおう。ではいただきます。どんちゃん、パワーありがとうございます。あ、こじこじさんありがとうございます。あ、食べちゃう前にでもタワーのさっきのチラッと、ちょっと後からくださった方はまた後でさっきの分。ありがとうございます。
翼欲しいさん、ヤスルパンさん、写真撮ったツイッター見て、うどむさん、うどむさん、そして服部くん、そうだったそうだった、服部くん、ありがとうございました。そしてタイピーエンくん、タイピーエンくん、ありがとうございます。イエイ。そしてたけるくん、たけるくん、そしてあ終わりです。これはフライングタワーの分。よし食べます。私はホールケーキを一人で食べるので切ったりしません。このまま食べます。毎年恒例。いただきます。ちゃんとケーキ屋さんのやつだから美味しい。いただきます。うん、甘い、おいしい。こちらでいこう。やだよ。甘い超おいしい。久しぶりのケーキ。うまい。クリームが美味しいよね。ね、美味しいケーキってクリームが美味しい。めっちゃ美味しいクリーム。吸える。ケーキ。こたつ猫さん、パン。ありがとうございます。ルサイチさん、ありがとうございます。いちご食べちゃおう。いちご、うん、おいしい。エルランガさん、ありがとうございます。キハさん、ありがとうございます。もう一個いちご。アイドルっぽい揺れ方。アイドルなので。ガブッとってどういうこと？青いの食べないです。トラさん、ケーキありがとうございます。じゃあチョコ食べちゃいます。まだ食べてないように見える？めっちゃ食べてるよ、ほら3分の1ぐらい食べます。リカちゃん、もう自分でリカちゃんって頼むののね、あのちょっと気まずさ、リカちゃんを他人かのように言いました。うん、
パリパリ。これが一番美味しい。まあ、リカちゃん自分で頼みました。ということでケーキはとりあえずここまでにします。冷蔵庫入れてこようかな。たい焼きありがとうございます。残り明日っていうか配信の後に食べるのと明日。そうこのままだと食べちゃって食べちゃうので一旦ここまでってことでちょっと冷蔵庫に行ってきます。冷蔵庫に行ってきます。帰ってきました。よいしょと。え、近いよ冷蔵庫。そんな広い家じゃないんでね。早すぎる。嘘。あ、30万ポイント達成。やった。和菓子。ちょっとじゃあ携帯を見ます。誰が一番最初におめでとうくれてるかなって携帯見ます。誰だと思う？グループ LINE で言ってくれてるんだよね。グループ LINE 返信しようかな。あ、スタンプ、スタンプ押していこう。とりあえずこの、え、私で合ってるよね。なんかま違うかなってなっちゃうんだけど、なんか私で当てたよね。お誕生日おめでとうっていうグループライン、私がありがとうとか返したけどさ、ありがとう不安になるよね。合ってるよね、私の誕生日で。そうだよね、不安にならない、合ってるよね。オッケー。え、私当てじゃなかったらどうしよう。私当てだよ。よし。じゃあ一番は。でれれ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 。サラピでーす。サラピでーす。イエーイ。コウジさんありがとうございます。たい焼き、サラピ様が一番です。次あ、でもお母さんお母さんも怪しいな。イルザさんケーキありがとうございます。でも0時に5人来てるんですよ。5人っていうか4人か。お母さんはしたら5人。でもお母さんはその後にケーキの心配をしてるから上に上がってた。そう、サラピー、なっちゃん、マネージャーさん、リコチが0時とお母さんです
アンナも来てる。アンナとグループラインがアイコ、イエーイ。そう、くじの皆様、そうだよ、あのくじ引きのボイスメッセージは仲いい人を選んでくださいみたいな、私が選んだの。嬉しい、3人とも嬉しい。マネージャーさんだけ返しとこう、遅くなるから。工藤さんばかり当たります？くじ。ちょっと待って。なんかいいスタンプないかな。よし。よし、分の顔をまた。ってことで、そんな感じでした。ありがとうございます。みんなもツイッターは後で見ようと。うっちーさん、ケーキありがとうございます。誕生日っぽいね。残りのプレゼント開封しようかな。いいですか、改めてお誕生日おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱい、あ、まだあるぞ。嬉しいです。そう、タンプレでもまだ開けてないよ、トラさんのやつは。さっきまで開封してた。休憩が45分までなので早く。え、どれ、これ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 違う、どれだろう、早く。あ、これか、わかった、早くするね。それ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 って。せかさだ。ケリドンさん、ケーキもありがとうございます。これじゃあ開けてく。そうだよね、だっていない時に開けても意味ないもんね。開けます。手紙から読んでね。手紙これね、巻きが入った。お、楽しみ。じゃあ1、あ、1、これこれからってのそうよね。1、あ、そう、レイジは全然大丈夫。なんだろう、タワー、え、タワーを投げない自分はこのマッキーで書いてもらうことがないでしょう、わら。そういう手紙ね。じゃあこれはマッキーか。え、手紙ってどれ？それで合ってる？これか。え、違うか。あ、これか。絶対違った。これだ。あ、開封してほしい番号ね。
封してほしい。とりあえず1、これじゃん、すごい梱包されてる。なんだろうな、ヒデキンガーさん、タケルくん、ありがとうございます。1じゃーん、マッキーセット。でもこれ超嬉しい、めっちゃ役立つ。じゃーん、マッキーマッキーね、今日のタワーのお礼とかに超嬉しいです。マッキー、太いのと細いの、ありがとうございます。本命のマッキータンポレ、家にこれある人なかなかいないもんね。続いてはどれだろう。あ、これすごなんか告白された気持ち。すごい頑丈に段ボールを貼って、これまたじゃーん、ブリザードフラワー、かわいい、しかも青、超おしゃれじゃない。部屋に置いたのめっちゃおしゃれ。じゃん、かわいい、お花、誕生日って感じ。どこに置こうかな、とりあえずね、玄関に置ける。どうしようかな、ありがとうございます。そして次2、ここは以上かな、ここは以上で。え、どれだろう、これ違うよね、絶対違う、靴だ、これは違うわ。どこに入ってるんだろう。あ、これか、これだ、これですね。これだ、できる。待って、24、ろうそく、わあめっちゃろうそくくれてる。もう一回ケーキ、ハッピーバースデー。あ、でもこれ来年も使えるね、来年のろうそく買わなくていいや。ハッピーバースデー、これは年齢書いてないから来年使えます。ハッピーバースデーの風船、ありがとうございます。そしてこれだよね、ちょっとこれ、超大きな箱、じゃーん、すごい、
て、こんな台にしてたやつ、そうじゃーん、大きいものもらった。なんか順番違う気がするけど、これすごい、なんだろう、超なんか誕生日っぽい。カメラ下にしようかな。じゃん、開けます。リボン、あ、リボン、これはそういうことか。よいしょ、リボンを外してね、スライドさせるだけでいけた、いけました。スライド、すごっ。じゃあ、そういうことか。ないと思ったらこの中に。入ってる。2、3、5。あ、4した。4。すごーい。じゃあ2。番号が振り分けてあった。涼しげなライトブルー、夏にぴったりな色。なんだろう、あ、カバンかな。あと9分。仕事の合間に見てくれてるってこと。まずカバンで、カバンだ。しかも青バッグ、かわいい色味、夏っぽい。しかも私青が好きになってからカバン買ってないから、青のカバン初めてかも。水色、かわいい。水色のカバン持ってないから嬉しい。青のね、こんな好きになったのは最近なので嬉しい。続いてこれかな、水色。チャイ、え、あ、びっくりした、チャイナ服に見えた。チャライ服か、チャイナ服かと思った。似てる、チャイナ思ったらチャライ服ね。チャライ服にどうぞ。いかついネックレスかな。チャライ服にどうぞ。よいしょ。デデレン。ネックレス、ブレスレットかな、どっちだろう。じゃあチャライ服の時につけます。チャライ服、あ、これはブレスレットかな。こんな感じのキラキラブレスレット、ありがとうございます。チャライ女になっちゃうか。そして2個あります。もう1個、チャラい女、あ、ハート、ネックレスかな。ハートのネックレス、え、
かわいい。じゃららん、かわいい。ゆきりかに似合いそうね。つけてこ、ネックレス。ありがとうございます。あと5分。そして次3、これ3番いいね。なんか年の数のプレゼントもらったみたい。なんかあるじゃん、こうやって年の数用意しましたみたいな、番号順に開けていくやつ。頭皮のためのマッサージ。リファ、リファのブラシ。頭皮頭皮ありがとうございます。あ、頭皮にいいやつ、いいブラシ、ありがとうございます。頭皮大事にします。リファ、リファです。リファ2個目だよね多分。続いてはあ、1個引っかかってる。でもプレゼントが1万円超えているため、ほっぺを減らしちゃダメだからねって。本当に減らせなくなっちゃったほっぺ。あ、4番飛ばしてた。4番、5番が引っかかってる。5番が引っかかってる。4番、あ、1万超えてないって証拠ある。じゃあお願いします。保管されてるみたいなので、ちょっとお願いします、証拠と一緒に。リファのブラシ嬉しい。 こういうタイプのリファのブラシは初めて。ね、小顔ローラーを送ってくれてたみたい。ブラシありがとうございます。メルカリにぶっ込みなさいって、もう使ったから売れないもん。ありがとうございます。サラサラになる、イエーイ。ね、嬉しい。ビューティー系乙女心です。ありがとうございました。な、リボンついてる。ちょっとデコってくれてるよねこれ絶対。お花とか用意して、ありがとうございます。以上、超いっぱいありがとうございました。トラさん、ブラシ嬉しい。ありがとうございます。ちょっと置いとこう。ね、なんか箱使えそうだよね、収納に。収納ボックス、よし。ありがとうございました。間に合ってよかった。戻りますって、ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。続いてまだあります、誕生日プレゼント、違う方から。あとでも2個かな。あ、2個か。はい、
じゃーん、出ました。まだいるかな。この袋はでもこれで違ったらダメだからな。いつもの袋、いつもの袋。頬エクササイズの器具は口に加えて使用するため NG。 てかなんでさ、そんなさ顔、みんな顔、頬エクササイズ、なんか顔痩せの器具めっちゃ送ってくれるんだけど、ありがとうございます。ビール、イエーイ。口につけるやつはダメらしい。口につける頬エクササイズくれた。ありがとうございます。口に加えて、あ、わかるかも。どんなやつか、加えるやつだ。頬エクササイズ心にくるな。私が顔痩せしたいって言ったからか。いっぱい手紙ありがとうございます。こんにちは。開けていこう。まずこれ。あ、もう見覚えのある袋たち。これは絶対お土産系のやつ。出てきました。これはじゃん、あ、くそないわ。だこれさ、自分で買ったんですよ、プライベートで。でもなくしたから嬉しい。なくしてるからやった。一人で大阪旅行した時に買ったんですよ、これ。見せたよね。でも今どっか行ったから、そう、嬉しいです。なくしたの。でもどこ行ったか分かんないし、もうあるかどうかも分かんないから嬉しい。クソないわ。レッスンに入っていこう。なくしたから嬉しい。あ、なんだこれ、おしゃれ。じゃあ、待って、ペットボトルホルダーじゃないこれ。超嬉しい。これ今日も手がいっぱいでお茶買ったのに置くとこなくて困ったんですよ。ペットボトルホルダー、やったー。手がいっぱいの時に買ったお茶ね、どこに置けばいいかわからなくなる。そして続いて、じゃーん、大阪通天閣とたこ焼き、ありがとうございます。かわいい通天閣足。集まってきたちいかわ。そしてこれは、あ、あ、違った。いや、合ってるか。冷たいタオル、クールタオル、クールタオル、濡らして冷たいタオルだよね。ありがとうございます。小学校の時持って行ってた、こういうやつ。濡らして冷たいタオル、
ありがとうございます。夏だもんね、もう暑いもんね。しかもそしてじゃーん、靴下ありがとうございます。レッスングッズ助かっております。靴下2、そして夏のレッスン着たち、今日はこのブランドだ。いつもね、なんかブランドを統一して送ってきてくれてる。アディダスの時は全部アディダスみたいな。今日はこれ、ね、レッスン頑張れる。新しい T シャツ着ていった日ってさ、頑張れるじゃん。仕事とか筆箱を変えた日とか。ありがとうございます。かな、これは、これは誰からだろう。あ、これはまた別だ、違いました。かな、ありがとうございます。服部さん全部開けたよね。紹介し忘れないよね。今ここが汚すぎて何を紹介したかしてないか。ありがとうございます。いつものレッスン着タンプレ、ありがとうございます。たくさん、手紙は後で読むね。いっぱいある、3枚。続いて最後、最後です。誕生日までに受け取れたプレゼント、最後、たけるくん。絶対順番ミスってる。え、鳥です。ラスト、どんな素晴らしいものを送ってくれたのかな。文鎮かな。重たいですよ。あと靴っぽいけど靴じゃなかった。待って、じゃーん、ハンガー1、2、3。これか、重たいの。4、じゃじゃじゃん、大量ハンガー。え、でもハンガー助かるもんね、服いっぱいあるし。全部これにしようかな。ね、そう、今変なハンガー使ってるからさ、家、ここ家っていうかここ。あ、でもどうしようかな。ハンガー、ありがとうございます。そう、家でのハンガー使ってるから。次なんだろうな、じゃん、あ、スマホスタンド。あ、そう、クリーニングの使い回しとかも使ってるんで、可愛いやつにね、スリムに畳めて持ち運びできるスマホスタンド、マイメロ、ありがとうございます。いいね、スマホスタンド。こういうの新幹線とかに持って行ったら動画見れる、机に置いて。続いてじゃーん、あ、マリークワントだ。マリークワント、かわいい、おしゃれあ、それが本命だよね。おしゃれなんだけど、じゃん、何入れようかな。リップ
マリーコマントです。おしゃれ、おしゃれ女子のカバンに入ってそうなポーチ。そしてラスト、ラストはでん、なんだろう、文鎮かな。順番、え、順番、順番適当だよ。なんだ、え、待って、父の日ギフトプレゼントって書いてるんだけど、あ、それは関係ないか。父の日ギフトプレゼントって書いてる、ここにのやつを、じゃん。日傘、日傘、父の日用のあれだったのか、日傘、でれでーん、日傘だよね、日傘です。ありがたい、焼けたくないので。しかも折りたたみの日傘だね。オールナイトフジコ始まったね、そろそろ終わる、私も一時ちょいにはオールナイトフジコと被っちゃうので、ありがとうございます。持ち運びできるのありがたい。私は今畳めない日傘を持ち歩いてるので、ありがとうございます。てな感じで、以上誕生日プレゼント開封でした。嬉しい、たくさんありがとうございました。送ってくださった方々、でも送ったよって方でもまだ届いてない方の分もある、送ったけどまだギリギリ届いてないやつもあると思う。そうだね、最後にアルバム開封して終わろうかな。どこやったっけ、なくした。そう、歌は収録って書いてた、年齢の都合で。どこやったかな、一曲歌って終わろうかな。ね、愛が、愛感じた。いっぱい。では、これの開封もやっとこうかな。生地芯が入ってるのはどっち？両方か。狙いは私、もちろん私、これで私が出てくれたら素晴らしい締め。でもフジ、オールナイトフジコとあんま被んないようにしなきゃ。でれれーん、開けました。ではここに入ってるんだよね、きっと。いきまーす。ほい、あ、裏向いてた。いきまーす。あ、そういうことパターンね。2枚、1袋に2枚ね。いきまーす。じゃん、お、かすみちゃん感謝する。かすみと2枚目いきます。私の恋、あ、さやかりん、さやかりんでした。さやかりん、かわいい、さやかりん、ぴゃちゃん、サインもらおうかな。
ぴゃちゃんいるかな、ぴゃちゃんの。続いてタイプ B、 タイプ B、 タイプ B 小豆島が入ってるやつ。よいしょ、ビリビリ当てちゃうよ。こっちは生写真1枚ですね。いきます。あ、裏側だった。こう開けたらいいんか。いきます。そう、 B は1枚。あ、これも取れた。じゃん、でん、アリちゃん、アリちゃんさんです。アリちゃんさんです。アリちゃんさん最近よくね絡むんです。ということでありがとうございます。私は出ませんでした。アリちゃんさんでした。そんなイメージある。そう、仲良しなので。じゃあ一曲歌って終わろうかな。イヤホン取ってこなきゃ。一曲だけ歌って、タワーのお礼は今日の夜か明日、明日かな、この土日にはやります。は16日。16には、いや今日は15日、明日は16日。何歌おうかな。ユリイカかな。そんな情報いる。そう、 X もしたので、いきまーす。ユリイカ歌って終わろう。カラオケ、僕では誕生日の夜の締め、新曲まだないやろ多分。新曲はあのオールナイトフジコで聴けるので、ユリイカでいきます。ということで、誕生日たくさんのメッセージとプレゼントとお祝いのメッセージ2回言った、ありがとうございました。それではいつもの一曲で終わります。僕らの雪が晴れ
くしてて。ありがとうございます、文吾さん、ありがとうございます。プレゼント開封しましたので、文吾さんちょっとアーカイブとか見ていただいて。今来た、ありがとうございます。いなかったね、ありがとうございます。スクショタイム、もうケーキないけど、ブーランさん、ありがとうございます。何か持とうかな、スクショタイム。23歳初めての投げほっぺ、そうじゃん。ほいほい、ありがとうございました。スクショしとこ、タワーのお礼書かなきゃ。いっぱいありがとうございます。調べたらわかるよね、タワーって。よし、ありがとうございました。24です、若い、嬉しい。24で若いって言ってくれるのは嬉しいです。ってことで、嬉しい、楽しかった、誕生日配信。また15日も夜やるので、また会いましょう夜に。ありがとうございました。誕生日読みます。じゃあ24位から、もうちょっと読もうかな。30、うっちーさん、29、こたつ猫さん、28、とらさん、27位、ぽん太郎さん、26位、いずたさん、25位、ひっこもごもさん、24位、もやしものさん、23位、つーくん、22位、ひろしさん、21位、あきやんさん、20位、つばさはなんちゃらさん、19位、ユンさん、18位、ムーランさん、17位、ぶんごさん、16位、ハイパーさん、15位、どんちゃん、14位、ケリドンさん、13位、ヤマトさん、12位、マサパンダくん、11位、つばさほしいさん、10位、ふっくらごはんさん、9位、ベホゲナさん、3位、違う、8位、たけるくん、2位、違う、7位、脳がきつねさん、2ってやるからね私が、6位、こじこじさん、ありがとうございます。5位、服部さん、ありがとうございます。4位、みきやくん、ありがとうございます。3位、やすルパンさん、ありがとうございます。2位、うどんさん、ありがとうございます。そして1位、タイピエンさん、ありがとうございました。そう、7位って言いながらこうやってするけんさ、2位って言ってしまう。違う、もう脳が働いてない。ありがとうございました。終わるのもったいないけど終わります。終わるのちょっともったいない気もしますが終わります。残りのケーキ食べて寝ようと。ツイッターを見るね、たくさんたくさんメッセージが来てると思ってる。私はまだ見てないけど、だから見るねって言ってるけど、来てるかな。ってことで、ありがとうございました。おやすみなさい。来てくれてありがとうございました。24歳もよろしくね。タワーのお礼は明日か明後日ぐらいにします。ありがとうございました。おやすみ、おやすみなさーい。